上野原町は山梨県の北鶴郡にあった町。2005年2月13日に隣接する南鶴郡、秋山村と合併、上野原市となり消滅した。平成の大合併以前の山梨県における町の中で、白根町、串形町、厚生町、四季島町、中道町、白州町、川口小町とともに数少なく町と読む自治体であった。郡内地方には、 縄文時代の遺跡が数多く分布するが、長域でも、桂川や鶴川沿いを中心に数多くの遺跡があり、近年の開発により新たな発見が相次いでいる。縄文時代には中期をピークに早期からの遺跡が発掘されているが5番期には減少し、弥生時代以降の遺跡は少ない。古代の律令成果では鶴軍に属し、長域は南西部が鶴里に、 東部は古軍教に属していたと考えられている。平安時代後期、上野原を中心とする古軍は武蔵七島の横山市から分出した古軍師の支配が及び、鎌倉時代の建略三年には和田合戦で古軍師が滅亡すると、加藤氏が支配し、両氏が支配拠点とした館と伝わる内城館跡がある。鶴軍は海の国と武蔵国、 相模国の国境であるため交流が強い一方で、軽装も起こっている。室町時代の大三十三年には、鎌倉公方の足利持氏による武田信長追悼の信仰を受けており、文明十年には、加藤氏が長岡毛春の乱に加担したため、大田道館の信仰を受けた。戦国時代には、相模国のご法上氏との関係が強まり、外交関係の変化に伴い様々な出来事が、 起こっている。協力三年に八つ坂において、ご法上氏と、軍内地方を領する、国州、小山田氏との合戦が起こっており、天文二十三年には、武田春信の娘が、ご法上氏に突ぐ際に、上野原において引き渡されている。加藤氏は、国中地方を領する守護武田氏に属して、国境の防備にあたり、戦国時代の禄十二年には、武田氏による、 相模にも加わっている。西原には、武田氏の一族である、西原武田氏が配置されており、道書に鎮座する一宮神社は、一宮浅間神社を誕生した神社であるという、西原武田氏の詳細は不明であるが、飼いの国史によれば、西原に館があり、丹林式と称されていたという、一宮神社の天文9年の胸札には、旦那として、幻聴阿ん。 武田四郎太郎勇士の名が見られ、海の国総校によれば、天正二年の棟札には、武田勇士の名が記されていたという、大久野木の日野集落の西部には長峰取跡が所在する。長峰取は中世の山城で、一帯には大倉取や牧野取など、複数の城塞が分布している。近世には、甲州街道沿いに位置していることから、武蔵、相模方面に備えた。 国境警備の城郭であったと考えられている。海の国史では上司を、加藤か下駄だとする説を紹介しつつ、これを否定している。葛飾北斎、富岳十六系甲州圏目峠近金星には、朝野市時代の文禄三年に行われた検知により十六家村が成立する。谷村藩、秋元市時代には二十一家村に増加する。 近世海の国の地域区分である旧筋二両では、前村が鶴郡に属する。享保九年には海一国が幕府直轄領となり、町域の諸村の幕領となる。江戸時代には、町域南部の桂川、仲間川沿いに、甲州街道が整備され、上野原宿、鶴川宿、野田尻宿、犬目宿の四宿が設置される。上野原宿では六歳一首が開かれた。このため、 制業は、わずかな農業と林業などの山稼ぎのほか、街道での打ちん稼ぎや、軍内式生産を中心とする軍内地方特有の形態となっている。天保7年8月に、軍内から発生し、会一国の騒動となった、軍内騒動では、犬目村の組頭、平助が下和田村信七と共に、首謀者となった。犬目峠は、公衆街道の名所として知られ、 天保元年から観光された、葛飾北斎、富岳十六景には、甲州県目峠があり、嘉永5年頃に観光された、歌川広重、富二十六景には、海野県目峠、広重没後観光の富士三十六景では、海野県目峠が描かれている。近代には1901年に、中央線が上野原町まで開通する。また、 道路整備により交通の拠点としての地位は低下する。戦後には、首都圏に組み込まれベッドタウン化が進んだ。駅、上野原駅四方津駅高速道路市町村内に、あるインターチェンジ、中央自動車道上野原インターチェンジ、団号座返す A 一般国道市町村内を走る、一般国道、国道20号都道府県道市町村内を走る、県道、山梨県道30号、大月上野原線、 山梨県道33号、上野原五日市線、山梨県道35号4日、市場上野原線1969年の映画館、消えた映画館の記憶を参照した。ありがとうございます。